はい、今日のジェイクラはキラー、グローリーガチャを2枚引いていこうと思います。一つ目はグレード40以上のキラー確定グローリー、そしてもう一つはですね、配布されましたこちら、日本代表のキラー確定グローリー、こちらやっていこうと思います。今のところですね、日本代表でキラーになったのは坂本選手、一つはね、普通にグローリー蹴ってたらキラーになっちゃったっていうのと、あとはライト圏でね、キラの坂本が出たということで、まあ、無駄にね、坂本のキラが2つ被ってしまったんですけども、ここではね、坂本のね、キラはもう必要ないので、笹生のね、キラが今のところ欲しいかなという感じでございます。ということで、キラ行く前にね、日本代表グローリーを何枚か引いてから行こうと思います。じゃあ、まあ、だいぶ引いてるんでね、はい、まあ、適当に引いていきましょう。もう持ってないグローリーはないんじゃないかな、日本代表で。おおよそ出尽くしたような気はする。はい。まあ本体ないんでね、なんとも言えないですね。はい。さあどうでしょうか。まあこっからね、まあキラが来る可能性も全然ありますからね。実際来たんでね、1枚。はい。まあ柴崎ね。あ、これニューでした。はい。持ってないついたね。これでグローリーが出てこなかったらもうキラー行こうかな。あ、出てこないですね。はい、ということで、じゃあ行きましょうか。どっちから行こうかな。まあ代表から行こうかな。まあそんなにね、まあ欲しい選手が多くないっていうことで。行きましょう。さあ、まあ狙いはね、笹生ね。はい。頼む。まあ J クラでね、本体ない選手はちょっと、持ってても意味ないんでね。はい。おー、本体持ってないな。持ってる人いたらね、最高なんでしょうけど、まあでも悪くはないですね、古橋だったら。まあでも J リーグ復帰もないだろうしな。はい、ということで本日ラスト、グレード40以上キラー確定グローリーガチャ券いきましょう。まあ、これはねスタメンの選手に出てほしいっていうのはあるんですけど、まあ、一回スタメンをね確認するとこんな感じなので、まあ欲しいのはそうですね、キーパーかな、三浦選手とか、あとは高峰選手かな。まあディエゴが出たらまあそれはそれで嬉しいしっていうような感じですかね。はい、じゃあ行ってみましょう。さあ行きます。まあ、せめてね持ってる選手頼む、出てこい。さあどうだ。はい、カットインからの誰、あー、ウェリントン。ウェリントンね、うちにいるウェリントンはこれですね、2021年のレギュラーボリューム2のウェリントン、スペクタクルミドルとスピードドリブルということで、まあ、スキルは別にね、悪くはないんですよね。で、ボナセンがスピードになってますね。はい。まあ、これをキラ化するかどうかっていうのはちょっと何とも言えないですね。まあ、これ以上のウェリントンが出てくるとも正直考えにくい気はしてるんで、まあ、キラにしてもいいか、するか。してみますか。まあ、ね、レベル1っていうのでね、分かっていただけると思うんですけど、使わないんでね。はい。じゃあ、もうキラにしちゃいましょう。どうせもらいましたしね。はい。いけ。まあ、スピードタイプのね、ベリントになってるんで、今。これはこれで悪くないかなと思ってます。まあ、スペクタクルミドルあるんでね。まあ、トップ下とかできたらすごい良かったですけど、まあ、フォワードでもね、はい、キラになりました。さあ、あとはね、どんなセンスつくでしょうか。さすがに、お、いいんじゃない、シュートスキルあるよ、シュート金いいんじゃない、せっかくのキラグロなんだが、あはー。